はい、こんにちは。道にあるちょっと古いもののパパゲーノです。いつもご視聴ありがとうございます。今回は三角点です。四島三角点山の越ってとこなんですけどね。あ、ここは大滝町です。でこちらの山の上のどっかにあるはずなんですよ。ここの山ね、前にちょっとね地下壕ないかと思って一度探しに来たことがあって、まあ途中でそう上まで登んなかったんですけどね、引き返したことがあったんで、まあ確かここら辺からね、やっぱり多分この道を行けば上の方行けると思いますんで、とりあえず行ってみたいと思います。そうだ、しまった、軍手忘れちゃった。はい、軍手車の中に転がってたのがあったんで持ってきました。やっぱりね、軍手はないとね、まあ、なくてもなんとかなるんだけどね。あ、そうそう、あれちょっと見てきますか。あ、そうだ、ライトも一応持って、あ、じゃない、ライトはあるわ。微妙ですね。ライトもいいか。これどれだけかな、前に来たとき多分民間防空壕じゃないかっていう結論で終わったんだと思います。これお墓で終了だったんだっけ、この道。じゃあここ登るしかないですね。なんでいきなりか。他に道ないかな。ちょっと他探していきましょう。なんか山の中に入る道あるけど、ちょっとここは入っちゃいかんよな。結局戻ってきました。しょうがない、ここから行きましょう。まあ一応踏み跡みたいにもなってるしね、なんとかなるでしょ、これぐらいだったら。ああ、もうこんなに登ってきちゃった。あれ、ここからどう行こうかな。三角点はね、あっちの方だと思うんですよ、多分ね。もう疲れちゃった。なんとなくね、こう、つづらで踏み跡を、なんとつづらでね、踏み跡がありますね。はい、もう上に出ました。よいしょ。よっこいしょ。あー、もう疲れちゃった。なんかやぶだな。開いて。痛い気だ。あ、痛い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 。捕獲された。どうしようかな。うわ。峠。ちょっと、撤退。こっち側もうね、落ちてるよ。しょうがねえ。こうして倒しながら行くしかないね。ちょっと地形的には大したことないのよ。やっと突破したよ。でもね、さっきは楽園のように見えた竹林だけど、そうでもないな。これぐらいの竹がね、一番厄介でね、これ踏んだら折れるからね、足場にもならないっていう役立たずですよ。いや、役立たずじゃなかったか、ギリギリなんとか。よいしょ。いや、本日の靴なんですけどね、これはなんと安全靴なんです。いや、別に安全靴が欲しくてね、買ってきたわけじゃないんですけどね、たまたま靴流通センターに行ったらこれ1000円ぐらいで売ってたんですよ。見かけもね、なんかちょっと良さげだしね、ということで悩まず買いました。まあね、こういうところを歩いてね、すぐドロドロになっちゃうようなわけなんで、あんまりいいもの買ってももったいないんですよね。ただね、
1000円ぐらいで売ってる運動靴ってね、結構ね、靴底がウレタンみたいなやつ、すごい滑りやすいんですよね。あれの例が多いから、街中はいいんだろうけどね、こういうところだとすごい怖いんですよね。まあこの靴はね、そこが結構ゴムっぽい感じなんで、あんまりこう滑りやすそうな怖さはないです。10分か15分でちゃちゃっと済ませてって思ったんですけど、とんでもないよこれ。てか帰りがマジで心配。いや引き返そうかと思ったけど、ここさえ抜ければいいんじゃない。なんとか危険なところは出した。危険というか、危険じゃないや、通行困難な場所ね。これは違いますね、国土調査ね。でももうそんなに離れてないと思うんですよね。ちょっと確認しよう。まだ50メートル近くあるみたい。なんだ、さっきは天国かと思ったところも、いざ来てみると違いましたって、さっきも似たようなこと言ったんだけど。よいしょ。3月ぐらいに、あ、もう今日3月だ。もっと少し経ってから行くとね、タケノコ泥棒と勘違いされるんじゃないかって気もするんだけど。よいしょ。タケノコを取る気はありませんよとかって言いながら歩いて。よいしょ。ね、泥棒が泥棒じゃありませんよとかって誰も信じないですけどね。どうしよう、三角点調査中とかってね、こんなタスキでも作って歩いてみた方がいいのかな。あ、ここにも国土調査。大変だね、調査する人たちも。よいしょ。僕たちだったらね、もう無理だと思ったら帰りゃいいんだけどさ、仕事だとそういうわけにもいかないですからね。ここにも国土調査またあったよ。そろそろ、これ椿の木かな。あった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 、あれだよね、違う、四等三角形って書いてあるよ。はい、あったあったあった。よいしょ、到着しました。四等三角点山の腰。いや、きつかった。じゃあまあね、お決まりの、はい、タッチですね。到達しましたよ。三角点標軸にね、これなんだろう、石？プラスチック？どっちかな。四等三角点山の腰、標高がね、78.79メートルですね。千葉県いすみ郡大滝町です。それ以上詳しいデータは天の木の情報に書いておきますね。ここら辺に乗っけておきますんで。基本四等三角点って書いてありますね。建設庁国土地理院、この測量表を移転既存すると測量法により罰せられます、だそうです。怖いですね、怖いですね。では、さよなら、さよなら、じゃなかったね。三角点といったら、これでしょう。もうこれからはね、これからこれをやるのが常識となりますよ。苦しいリハビリを乗り越えて、661日ぶりにマウンド、じゃなくて三角点に戻ってきました。背番号18、パパゲーノ選手。まず最初にしたことは、帽子を取りプレートじゃなくて強敵に祈りを捧げることです。振りかぶって投げた、ストライク。さて、おバカな撮影も一通り済みましたんで、戻りたいと思うんですけどね、あっちがね、さっき通ってきた地獄のルートです。で、パッと見ね、どう考えてもこっち平和そうなんですよね。先ほどね、ただ見た範囲では、なんていうのかな、折り口がね、一箇所あったんだけどね、一っちの裏っぽいところだったんだよな。でもまあ、しょうがない。ハイキングしてたら出ちゃいましたとかっていうことにしましょうかね。最悪ね。なんか、とりあえずロープがあるんですよ。よくわかんないけど、もうこれにとりあえず沿っていきます。こっち側は、道になってる？
まあよくわかんないけど、とりあえずこのロープの誘導するままに行ってみよう。あ、ここで終わってしまった。どうしようかな。国土調査、僕は三角点調査、三角点調査ですから。おいで、おいで、大したことなかった。とりあえず一体っていうのがね、口癖になっちゃいかんね。そんな道場を買うような、またここにも標石。それにしてもやっぱり人工物あんまりないねと思ったけど、ゴミ袋じゃいくらでも降りられるところありそうなんだけど、できればなるべく楽をしたいんですよ。はい、ああへえ、あ、なんかここ楽そうな坂斜面だ。よし、ここで行こう。一応僕の理論では植林機さえ出ればなんとかなるという。で、すぐ目の前に、まあ、放棄されたっぽいけど植林地が一応ありますよね。ということで、まあ、ここだったらね、まあ最悪戻れないこともない。非常に冷静な判断なんだかな。よいしょ。いや、でもね、数日前に同じことをやったらすごく大変だったことがあったんですよね。そして八雲さんはいつの間にか別のルートから生還してね、涼しい顔で待ってましたよ。パパさんどうしたんですかとかって言われちゃいましたけどね。できたけど、あ、大丈夫だね。なんか、はい、よくわかんないけど出てきました。お疲れ様です。もうちょうど車止めたところとね、山のちょうど反対側に一気に出てきちゃったと思うんですよ多分。はい、出て。いや、靴の中に結構トゲが入って痛いんだけど。ということで、そろそろエンディングにしましょうか。今回もどんぐらいの長い動画になったのかな、無駄に長い動画になったかもしれないけど、ご視聴いただきありがとうございました。この動画まあまあだなと思ったら高評価ボタン、これね。で、クソだなと思ったら低評価ボタン押してやってください。それからね、まあまたこんな動画あったら見てやってもいいぞと思ったら、チャンネル登録もよかったらお願いします。三角点関係の動画ね、あのリストの方にね一応まとめてありますんで、見ていただけると幸いです。ということで、今回もご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。さようなら。